デビッド・スティーブン・キングは、イギリス出身の男性フィギュアスケート選手。パートナーは、ステーシー・ケンプ。2010年バンクーバーオリンピック、2014年ソチオリンピックイギリス代表。イギリスのカーライルに生まれ、10歳の頃にスケートを始める。やがて、ステーシー・ケンプとペアを結成し、2004から2005シーズンより ISU ジュニアグランプリに参戦。 表彰台に上ることはなかったが、イギリス選手権、ジュニアクラスで優勝を果たした。翌2005から2006シーズンから、シニアクラスに完全移行し、イギリス選手権で優勝。また、同シーズンには、世界選手権及び、欧州選手権にも出場。2006から2007シーズン、ISU グランプリシリーズに参戦。2007から2008シーズンからはポーランドに、 練習拠点を移し、ドロタ・シュデクとマリウス・シュデク夫妻に指示。三度目の出場となった2008年、欧州選手権では、自己最高得点をマークし6位入賞を果たした。2011年のシーズンオフ、アメリカのフロリダに拠点を移し、前シーズンに引退したばかりのジェレミー・バレットにコーチを変更。欧州選手権では、 地元イギリスの観客の大歓声を受ける演技を披露した。2012から2013年シーズン、コーチを1989年の世界選手権、銀メダリストのリンドン・ジョンストンに変更。グランプリシリーズ2000にエントリーしていたが、ケンプの膝の後十字靭帯の怪我と、自身の足首の靭帯の怪我により欠場。イギリス選手権で復帰したがほとんどエレメンツは、 実施しなかった。欧州選手権では10位。2013から2014シーズン、ソチオリンピックの最終予選であるネーベルホルンハイに出場しオリンピックの出場枠を獲得。イギリス選手権は初めて優勝を逃した。パートナーのステイシー・ケンプに、2010年、バンクーバーオリンピックの閉会式の日に、選手村でプロポーズをし、2016年4月に、 結婚した。AB ケンプグレートフルフォーサムコンペティションイン、クロアチアハット AB チェコ、スロバキア、ポーランドが全国選手権を共同開催したもの。ポーランドのクラブに所属する選手がオープン参加した。全体で1位。バンクーバーオリンピック最終予選。国際スケート連盟主催。ありがとうございます。